バノフィーパイバノフィーパイとは、イギリス菓子のパイである。バナナ、クリーム、コンデンスミルクで作るトフィーを使い、ショートクラストペーストリー拡大たビスケットを土台に使う。チョコレートかコーヒーソース、あるいは両方を使うレシピもある。オリジナルのレシピはコーヒーをわずかに入れて、風味を加えていたが、手間を省くために削ったチョコレートが使われることもある。菓子の名前に含まれるバノフィは、 バナナとドフィーを組み合わせたカバン語であるが、バノフィと綴られることもある。歌詞の考案者の一人であるナイジェル・マッケンジーは、バノフィパイを正式な名称にするよう主張し、彼が経営していたレストランのメニューでも、バノフィの綴りが用いられていた。しかし、今では、ベノーフィの綴りが定着している。ベノーフィという単語は英語に加わり、 バナナとトフィー両方の味や匂いがする食品や製品を述べるのに使われる。イーストサセックスのジェビントンのレストラン、ハングリー・モンクのオーナーとシェフのナイジェル・マッケンジー、イアン・ダウディングがバノフィーパイの考案者だと主張している。シェフ修行を経て、ハングリー・モンクで働くことになったダウディングは、ブルームス・コーヒー・トフィーパイというアメリカの菓子のレシピの改良を試みた。 トフィーの扱いに慣れたイアンの妹ジェーンを加えて3人は歌詞の発明に熱中し、リンゴやマンダリンオレンジのトッピングなど様々なアイデアが出された末、マッケンジーはバナナを使うことを提案した。当初、バノフィーパイは限定デザートとして出されたが、注文が相次いだためにレストランの名物料理として定着する。 1974年にハングリーモンクの深淵な秘密にレシピが掲載され、1997年に天国のごときハングリーモンクの料理、クックブック・イン・ヘブン・ウィズザ・ハングリーモンクに転載された。イギリスの元首相、マーガレット・サッチャーもこのパイを好んでいた。1984年に多くのスーパーマーケットがバノフィーパイをアメリカンパイとして販売し始めると、 アメリカのシェフもバノフィーパイはアメリカ生まれの歌詞であると言い立てるようになった。マッケンジーはハングリーモンクの深淵な秘密の観光より前に書かれたバノフィーパイのレシピを示したものには1万ポンドの賞金を出すと宣言する。マッケンジーの言い分に対応できる証拠が見つからなかったためにハングリーモンクの主張は認められ、レストランに発祥の地を記念する飾りが付けられた。このレシピは 世界中の他の多くのレストランでも取り入れられている。ビスケットを砕いた土台を使うパイのレシピは、ネスレのコンデンスミルクの缶に印刷されている。ありがとうございます。